じゃあ、はい、もここでまた Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、えー、っと、星を見ただけですか <laughs> 前回、何にま、ほん前回見たんだけどね、終わりに。じゃあか。でそう、前回はなんかまあ、 こまあら、最後のエピソードなんだけど、エピソード5の導入かな,な,んなほんと、当導入しかやってない、逆に。導入がやったっていうぐらい導入しかやってない。あ、なんこれ来てよかったな。なビーバークリークに帰りたいか。どうかな家があるのは良かったけど、町はさびれてたし。 でもクリスには会いたいいたなおおじいちゃんとおばあちゃんにもあービーバーグリルか<族>あそこかはい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 はははてかトランシーバーで言うのやめないなんか弟のさプライベートタイムあるわけじゃんそんな毎回毎回ねえ弟大好きなお兄ちゃんじゃんなんか前回と全く違うルートで来てるけどまあこれもまた一興でしょうあスケッチできるじゃんよかった来て 車車じゃねえのか扱い的に。走りはしないのかなこれも。もはや家とかしてんのかな上に椅子乗せるってことは。めんどくせえもんな毎回毎回。下ろしてあげてしてたら。いいね。いや、いいね。なんか斬新だわ。その車の上に乗って。さ いいねなんかほんとスケッチスペースって感じするわるどういう街なんだろうななんかね前回オオカミのいるのがいいんじゃないなんか話的にさ合わない異星人っぽいけど前回のなんかその導入段階でなんか 他のことを考えるな,なんか誰々が誰々がみたいないっぱいいたの新しい人がなんかこれ多分いろあ自分オオカミ視点で書いてるほら耳生えてっからオオカミである自分が見てるっていうとこも表現してるななかなかやるねが時間はかかったけど な何ヶ月だっけき,きっと社会の一員になりたくないんだ。一二ヶ月ぐらいいるんだっけここに。ここいい不便な気もするけどな。内ダニエルも嬉しそうだしな。母親のことを知あそうやな初めて会うんだもんな。なんか田舎か田舎とかの事件じゃないもんな。作物育,育たなそうだしさ。 自給自足できるわけでもなさそうだから、正直不便だと思うけどな、ここ。ま、あ行きますか。そんないい暮らしできんのかな、ここで。まあ、あい、い,い暮らしではないんだろうけど、その、なんて言うんだろう。自分にとって、その、不快、不快じゃない、不快不快なんて言うんだろう。ねえ。自分にとって、砂漠暮らしの知恵ってやつか。 不便じゃないくらい嫌じゃない暮らし嫌じゃない暮らしなんてあんそうか忘れちゃったすごい止まっちゃってたからいいねなんか毎晩毎晩やってんだここで毎晩毎晩いいねあれ作ってあげたんだショーンがショーンって書いてたに、ね、今ね ショーンって読むか分かんないけど、イスから始まる何かがあった ?USB メモリー撮影したのかな歌。うまいよなしか。長いな。<laughs> <ち> <laughs> 長いな。情熱的だ分かるる気がする 教会の中でも、教会がなくても人は見つからない。睡眠、食事、性欲は奇跡。面倒ごとない一日も奇跡。でも今は違う。天界の、道に走る、ああ、偽の預言者の幻よ。エゴと信仰心に包まれている。燃える十字架が残酷な天使に落ちる。私は、虚栄のかがり火。ダムが決壊すれば溢れる。新気楼のガラスのように、そう信じるのなら。 まあなんかまあよさげな感じするわ <laughs>。よさげな感じはする。この手紙、じいちゃんとばあちゃんに送ればいいのに。あそっか、娘か。あ消してるね、なんかね。母さん、父さん。この手紙を書くのにとてつもない時間がかかってしまった。今夜この手紙に書くことはずっと頭にあったし、10年前に書くべきだったことでもある。いつもすべての出来事には理由があると言っていたよね。 そしてそれをめぐって喧嘩した。今ならその言葉の意味がわかる。今夜この砂漠から二人に手紙を書かなければならないと思ったのも、それが理由。この10年で私からの連絡は電話一本と手紙朗屈だった。ごめんなさい。二人を傷つけるつもりはなかったし、罰するつもりもなかった。一度そう言ってたわよね。笑わないで聞いてほしいんだけど、何を言えばいいのか、何を書けばいいのかわからなかったの。詩人のスランプってやつ。私が、<laughs> 長いよ。二人の娘より二人 どういうこと要点を絞って読むって大事だからね。今よかったね。ここ前回みたい。彼のベッド。ええ、なんかいいお母さんだじゃん、か。あれが新しいベッド、あれが本来のベッドか。彼にとってのは。ええ。前回見たもんな、ちょっと、ここら辺とか。やっぱ知らない人ばっかだね。 カレンどれあれ…あれかな真ん中の…人かなカレン。こんな顔だっけ <laughs> こんな顔だったっけパンケーキタビューゼ。オロやっとダニエルノジュたああ<ー>嬉しそうだったアイトアー。ウチョードキノテカンジアナ、コテミえなんかいいなカレンはパンケーキキソーソーカケティタナ。ウ キモちゃんと生活できてるから楽しそうパンケーキそう食べるのもうなんかあるじゃんパンケーキの食べ方ってさ野郎がすぎるわ掴んで食べないだろパンケーキっていくらなんでもいくらなんでも皿かなんかに置くだろうんよいやしょうあっ あいつか妹の子か。いや、しょ、連絡するまでこんなに時間かかってしまってごめんね。ただヘイブンポイントを抜け出して初めてゆっくりできたから。あそこから出られたのは君たち兄弟のおかげだ。あんなことがあったなんてまだ、まだ信じられないよ。あまりにも不思議な感じだ。さらに僕も両親になりたいけど、まだ居場所を知らせる気になれない。いずれどうするか決めるつもりだ。昔の預金口座を切り崩してお約さらに抗生物質を買ってあげられた。おかげで体調もどんどん良くなってる。子供の回復力ってすごいんだな。 僕にとって一番大切なものは妹だ。君にとっては弟がそうなんだろう。君たちは一緒にいられてとても幸せ、幸運だ。君たちと出会えた僕らも恵まれている。今、ハンボールドのみんなを探してる。うーん。ん見つけた君の幸せ。ノーエンドの一件の後、みんなどうしてるんだろうね。無事だといいけど、みんな安心して暮らせたらいい子だな、ジェイクは本当に。あ、なんかまだあった続きが。かわいいな。あら <laughs> ララライラにライにバル登場ってとこかすごう元気だったよ。そこ時間かかったけど、やっとおうち見つかった。ここは寒いけど、暑いのより好き。いいね。なんかその <laughs>、そう、単純な分いいね。ここは寒いけど、暑いのよりは好き。いいね。いいわ。かわいい。サラリー。サラリー可愛かったからな。俺らのベッド。いいな本当にいいよね。 ここに暮らすっていうのはよくわかんないけどやっぱこのキャンピングカーでの暮らしは面白そうキャシーあの。キャシーから手紙来たんだやあセクシーボーイジェイクがあんたの連絡先を教えてくれたおはいはい昔の仲間から逃げられないなんてね病院から抜け出したんだってねああじゃあほんと最近だなあんたちはまたメキシコ目指してるって聞いて安心したよ 私ら全員逃亡者生活を送ったことあるけど、あんたとダニエルはロードトリップのチャンピオンだ。今度こそ国境に帰れるといいね。薄っのないからコロラドにいる。みんなとコロラド,ロロラドにいるんだ。みんなといるんだ。いやジェイクじゃんもうこう見つかってんじゃん。普通に。みんなに会いたいなって言ってたけど、みんないるじゃん。<laughs> 戻るのは何かとまずいから。ここに変なことを始めようとしてるフィンがいないのが嘘みたいだけど。 それはいいことでもある。彼の曲をもっと書くつもり。みんなフィンの悪い目を忘れて。あ、まあ、フィンはまだ入院,入院してたもんな。メキシコに着いたら連絡してね。ショーン、こっちから探さないでよ。言い訳できな,できないように私の電話をしておく。キャシリー。ありがとね。キャンピングカーで暮らすのいいね。キャンピングカー おむつ変えてもらったとはいえ、その…やっぱり気まずいよなまあ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 オープン…オープンなとこありそうだもんな、そういうとこなおかん…おかんがオープンなとこもあるよな、そういうとこガレンから先週トイレにガラガラヘビが出たって聞いたけどへえ<ー>知りたくなかったやだーカレンの多分、なにこれ種の保護団体なんてのがあるんだなうん よ。わあでもいいねなんかいいいいねいい趣味持ってんねアドバイスコラム記事ってことあいつと一緒じゃんあの最初に会えた恩人なんだっけ名前あいつと似てんじゃんそのウェブライターえー、えー、とこれかなブロディね ブロディ、あ、ちょっと見ようぜ、ブロディー、ここだったらもうアクセスしていいでしょう。あ、暑いんだ。それ嫌だよな、やっぱ砂漠ってなー。おお<ー>。まぶしい。あ、ごめん。何これ。ああ、まあまあ。そっか、まだ u s b まだ見てなかったんだな。 確認しただろう <laughs>。何確認するってい<お>。ちゃんと見てんだ。俺のこと怒っといた時のことだった。長いよ、ブロディ俺は泣いた。母も泣いた。兄も泣いた。みんなで泣いた。いいね。いい表現しとるわ。おのので見てください。おのので見てください、これは。長えな。 な長いな。ライラのことを傷つけちまったけど。元気してっかな。立ち直れたみたいでよかった。あおと元気なってんな。何も言わずケチでごめん。はいはいはい。私だって休みが忙しい時ある。四十三人ぐりしました。長内ちゃったやばかー。じゃあライラにも会いたいねまたね、えー。確認する。おお。 あ使うか<ー>いや一緒じゃんいやな何が変わんないんだこれおーいもしかして街探索行けってことかなじゃあ電源消せばねえそういうとこだぞしょ電源を消すことを覚えろいい加減お前はえーと作物あるじゃん作物できんの、うん 出た。水やりがかりちょっといいかプランターに水やったかおいふとお母さんに聞いてあらお母さんみたいには育てらんないお利口さんじゃんでもメキシコに行ったらきっとそうだなあ,あそこなら何でも育つさダニエルもなんか行く気になってるねメキシコにね前々なんかええー、みたいなええって感じだったけどなんか行く気になってんじゃん散らかしたな ダニエルは相変わらずだ行く気になってるかなんかその行きたいになってるな行く気になってる以上にこれは <laughs> ごめんなこのの水に食を入れたら真っ赤なな血タンクができるごめんなお兄ちゃん構ってほしいんだよダニエルにごめんねなんかこんなしょうもないことでトランシーバー使って おたえなれよショーンも構ってほしいんだろうダニエルに俺らもメキシコで自給自足してみるかできんだね砂漠でも何これ記念品かなはいあっ記念品だとりあえずあもう結構ねこういろいろ見れるもあるからねやっぱ結構あこれあれじゃん 小学校やるやつじゃんこれ何これ小学校やるやつじゃん懐かしい <laughs> 懐かしい何なんだろうタイヤ埋めるやつってどっから来てんの小学校やるやつはさあくまで優遇感あるけどさこういうとこで埋められてるってことは何かしら用途があるんだろう多分何してんだろうね このアンテナはテレビでも…テレビ見んのかなテレビ見たやつはああいうアンテナを用意しろみたいなそういうことかえこれどうやってく行くのこっえなんか広くねああいいねこれ50円お取りくださいかな50円お取りくださいでしょこれいいね組み上げるのを手伝った 望遠鏡付き掃除機そそわセクシーな体してんなセクシーじゃんここの曲線やるね結構いいデザインしてんじゃんへえー、これはええ面白そう美術館ありそうだけどな 美術館舐めてくかな <laughs> そんな甘くねえか美術館の壁は。確かにね、ダニエル好きそうだな、こういうのな。てか、まあ男なら割と好きだろう。ジョアン。あ、でもダニエルいいんじゃん。えてか、広くねねえ。 ここのみんなはリサイクルのプロだ広くねゴミを使っていろいろ作ったり育てたり面白いな。ダニエルが正義じゃないのあ、どっちもあんのね望遠鏡を見るそんなダニエルに構わなくてもよくねここはしょっちゅう停電するけど誰も気にしないんだよな あもうそういう生活じゃないもんなんかスタイル的にジョアンはこのゴミからもインスピレーションが得られるらしい不備不便だけどそれが当たり前みたいになってるからさ別に停電したところでって感じするけどな母さんとジョアンは毎晩一緒に過ごしてるうーん <laughs> 昔の俺とライラみたいだそんなに仲いいんだ俺らとちょっと絡んでよお母さん <laughs> カードゲームやってよ。わ、バチのリーダーっぽい。見ての通り。わ、あれ見てよ。いいよ婆ちゃんだな。何休憩しましょう。絶対いいおばちゃんじゃん。百パーセントいいおばちゃんだよこれ。誰にでも優しい人だよこれ。あの子は本当に特別な子だね。うー何度も聞いたよ。みんなから。あ,あ、ギ、ね、ラギラ。<laughs> でも特別なのはあなたもよえ才能があるからねあらまだまだ学ぶことがありますよ俺もありがとうここでやっぱね当然ねうぬぼれないそう思わないのは愚か者だけさ知らないことがあるのはいいうん結果ばかりを追わなくてもいいこれがジョアン芸術家はいつも 自分を信じている。しかも、お前らも芸術家か、芸術家しかか。きついかかと、ジ芸術家になりたかったの。<laughs> いや、全然。むし、ろならないようにしてたくらい。ジ由に作りたいんンよな。無駄な抵抗だったけど。あなたが、芸術家になりたいなら、きっとなれる。え <laughs> 簡単じゃないけど。目指す価値があるものよ。本当 あなたの感性を貸してほしいのそん,そんな返しするか手貸してほしい、力になれるかなってあるそんな返し <laughs> そっ<か>いいよかやだしかなくね <laughs> やるよ力になれるかな,なゃじゃあ,あそこに登ってえダニエルサしていいあうん。待って。まずの バレーボーがバレーボーが疲れてんね。また絵描かないといけないの二人には、そこの三つのパーツを重ねて作品を作ってほしいの。ダニエルコエ。あのミニチュア版をお手本にしてね。でも、好きに作ってもらってもいいわ。本当ならクレーンが必要だけど。フフフ ダニエルなら積積み木を積む感覚ででできるでしょう俺は現場監督かそうだ、ね、じゃあ始めようえー、そうっすねダニエルさん四角,丸きもやつ、ね、四角丸い,きもいやつね四角丸い肝やつねただまあ別に自由に作ってもいいんだよな腕って書いてるけど <laughs> 腕って書いてるんですけどじゃまあまあおなんかあれで 地球を表現するつもりなのかな、まあ、おなか、腕、頭使ってるからな。ちょっと待って。おい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 。o k o k o k ダニエル、いけるいける。大丈夫、大丈夫。行くよ、ダニエル。じゃあもう、普通に作るよ。ここだっけ。よし、ダニエル。その、地球儀みたいなのをダンクできるか。ダンク。おいいね。どこに持っていくのあ、この上か。まあ、ちゃんと作ろうか。 まじ、あ、ん作ってもいいけどえ、ね、な何これ雲は上に乗せてくくくく雲は上に乗せてく雲。なあ、その丸いのちょっとだけ回せるかこれはもう完成ですか <laughs> 僕のじんやってるんですか 僕の感性でいいんですかねこれ。これもあんのかないや、ないよな。ダニエルいいなうーん、雲は、頭の上の人だよね。どれ雲って。ダニエル。ダニエルにとって雲はあれかな腕のことかなこれ行ってみようか。え、うんうん、すげー 頭のせ閉じってたよないかとあいつ。ああ、いいじゃん、普通に。ああ、なるほど。そういうことね。さすが芸術家だぜ。えよく見ていなさい。えいや、そ <laughs> ついていけないんだけどな。見てて <laughs> ああなるほどねいやーでもやっぱ<ー>普通に目があるからダニエルごめんね無駄になんか一周しただけです回<せ>こっち目の方がいいなかわいいもんな来ないかなあまあいいよほ<し>んとねその雲を頼む 頭に乗せつったもんねダニエルはねい,やいかついんじゃないこれ結構かっこいいっしょパンパンパンキーでしょこれだいぶこれちょっと回したい、ね。ちょっと髪にかかってるもんなもう一回地球儀に魔法をかけてくれるか見ててね地球儀じゃない地球儀じゃないな、まああれ回してくれよあのえっと 雲っぽいやつを雲っぽ生か,かしてんなあいやでもまだまだみたいな雲もう少し回してみよう,ういやなんか絶妙ちげえなあなんかなあえーっと雲を回してくれいやーまあうーんまあまあこれか

今日はこの辺にしておこう。はい。手伝ってくれてありがとう、大いだと、ね。かわいい。<laughs> 顔かわいい。ジョアンは器がでかい。作品にも現れてる。ジョアンいいねジョアン。見てんじゃんジョアン。へえ。テレビゲームね。それってどんなゲームなの？ブロックでなんでも作れるんだよ。 マインクラフトじゃないそれ何気ない会話だなほんなんかいいねロだ。見たっけこれ <laughs> これで多分ダニエルのやと終わってな、ね、い目標アーサーかえジョアン良さそういい人じゃん絶対えダメなことはダメって言ってくれるような多分なジョアンはなこの距離でトランシーバー <laughs> な お前前にインド映画見て爆睡したよなアニメの後じゃ、超退屈だったもん。バナー、そうか。俺がプライヤーたちにダンスを教わったのも知らないだろう。うん、見てたよ。全然踊れてなかったね。見てんのかい。芸術家は散らかしても許されるんだな。まあね。<laughs> まぁ、偏見だけど、そんなイメージはあるわ。 ち散らかしでもっていうかまあそれが普通だと思われちゃうからな、んかなゴミめで寝たくないだろう,うわあ生えたかってんじゃんあれがアーサーかなスタンリーとアーサーの家ダニエルのああいつじゃんあの子じゃんキャプテンなあお前が書いたキャプテンスピリットすげえいいな <laughs> ありがとう いやークリス会いたいね可愛か,かったクリスクきっと来てくれる、はあ、きっと来てくれるさっまあまあ、そこ雪降ってないもんなメシコメキシコはなちょっと遠いけどね正直ね この先は人気がないみたいだ。ここにいよう <laughs> 人気がないにしてはちゃんと作られてきどな。<laughs> 人気がないにしては小屋あるけどな。おはようちゃんあ。おはようございます。おはよう。あの二人みたいに賢くてイケてる大人になりたいびっくりした。そんな早く声かけられるとは。おはようございます。元気ですね、今日も。いい天気です。素晩ごない素晩ごないしかいないと思っただ 確かにイメージあるね。おはようございます、スタイリーさん、アーサーさん。いや、そうそお,おはよう、ショー。おはよう、いけな、いけおじゃん。ちょうど砂漠ブレンドのコーヒーを入れたところが、いけオジだな。でね、ありがとう。いい香りだ。ショー、ン、こんなに早く起きてどうしたんだまったくだな。 どうだったセモカタ、ソカスっかリアンっヒミテサ。カンドスタイル。コノアタリノケシキュアイオナ、ゾトムカシカラノニケシティロアセナイ。ボクと,と違ってね。ははハ。あ,あそこは僕らの死後もここにあり続け。<笑>,<笑>,笑うとこじゃないの。<laughs> 星と同じ。そうだ。これありがとう。 <laughs> どういたしまして娘のベッキーが来ると星を見にあそこに行くんだベッ,<え>ベッキー抜きじゃ行かないのにねあの子の星の知識はすごいんだ、えー、誰に似たのかな母親だろうな多分二人にもぜひ会ってもらいたいなベッキー娘さんはよく来るベッキー狙うかちょっと <laughs> そんなには来てくれないねまあ仕方ないでもここは 時期によってはみんなの知り合いでいっぱいになるんだ。クリスマスとかね、来てくれるんだ。二人はどうしてここに？キャッチボールできてないぞ。かか大丈夫か？変わってきてるけど、まだゲイエの風当たりは厳しい。え、だからさ、僕はもうすぐ六十だけど、昔は幸せなマイホームパパだった。カミングアウトするまではね。 明かしたら驚くだろうとは思ったけゲイナー二人とも <being killed. S 2> 切られるとは思わなかった他の娘たちには絶交されたし残る理由がなかった <laughs> 一緒になった後僕らは全てを放り出してベイエリアから出ていくことにしたんだ <laughs> 望んだねわかるな俺も逃げるのに疲れたいつか俺らも自分たちのアウェイを深見つけたい

え、なんか深な、深ぇななんかな。ちゃんも今まで触れてこなかったけどさ。あなんか、ねっ。ジェンダーといい、宗教といい、人種といいさ。いろんな問題兼ねてるよなライフイズストレ t ジと違うよなぁ、ま。今までの。出た。かまってく、かまってお兄ちゃんタイム、<laughs> お兄ちゃんタイムだのな。ほんとだ。

見てるわ、がっつり見てるはずこで、人高台で人はおいててるやばっ、いああ、いいね、ちょっとまだいろいろ見たいんだけど、なんかないのなドニーあ、でもこっちがいけなしそうだね。<laughs>

すげえす <laughs> げええちゃんと作ってんじゃんえっはっ <laughs> ちょっと感動すんだけど飛ぶことができる羽な,隠してないからね飛ぶことができぬ羽がいっぱいある場所。 新たなヒント聞きます飛ぶことができぬあらっ言ってくれんのおいヒントめっちゃくれるぞおっ、ね、あの二人がこ,このまとめ役 <laughs> パリビなんだな飛ぶことのできない羽ねこっちだじゃあ

この先は人気がないいみたいだ <laughs> どっちだよ、もう少しとか遠い遠すぎて。うい近いしよう。飛ぶことができぬはねなんだ。え、本当そう近づいてきたよ。なんか、ハローって書いてる。 あちょっとこれは何ですかダニエルくん飛ぶことができぬ羽ってなんだどういうことだ何とかかってんだろうなんか英語にしたらあれなのかなサボテンの英名なんだはいはい。了解。 家宝探しはいはい太陽を食べる何かを見つけて太陽を食べる何か作物か近い太陽を食べる何か,か太陽光発電かここら辺怪しいんじゃないか 今はちょうど真ん中だ作物美しいぎょうななあ多分こ太陽を食べるってうんああれじゃないか一緒にフランス料理の番組を見た太陽を食べるって,るってあらなんかあるぞアーサーとスタンリーは独立記念日を楽しみにしてるこれ見落としか普通に やった、太陽を食べるつっ,、うん、ったら作物だよなぁ遠いな真ん中多いなああやっぱこっちでしょ太陽を食べる場合は日光を食べるでよいうことよねえこっちでしょ

宇宙人にも届け <laughs> 違うなどこよダニエルちゃんヒントもらいたくね近いっつったじゃんお前はっこっち側じゃなそうだなでもだ、ね、最高にそうだなこっち側じゃなそうだなうんーどこだヒントもらいたくねなんかプライドがいるっすよね だったらここら辺だけはするけどなダニエル人的にここら辺だよなあこっち正解なのえ家家ないっつったじゃんごめんね結あ結構近いんだこれ登るかマスカワンちゃん あ、登らないんだえー、ダニエル分かんねえよ近づいてんのあらあんのかよここかよーかてて合ってたじゃん俺のそう太陽光かなって言ったらあ,あるんかいソーラーパネル普通に見落としてたわ最初の探索で えーっと、これはもう名探偵光りますよ、これは。これは車のとこにありますね、これ。どう見てもね。わかりますよ。いいね、結構ちゃんと作られてんじゃん。賢い。行ってやるぜおも、わしは宝の地図を見つけちまったぞ。 ここだろう、ね、触りたくなあちょっと分かりやすい兄貴こっちだろうどこだありったけの夢かき集めてるからな探し物をあこっち行けねえな,な探し <laughs> 歌がうまかったらな自信って大事だね こにあんのおい置ずれしてないラシバンなんて渋滞のもとにうか熱されあっ怪しいんじゃないどこうそ<嘘>えどこどこしょん じゃあダニエルはあ、出ないよダニエルうわそこにあるよ見回してみてどこダニエル、うん、近いもうちょっとだったのに<あ>え戻ってどこよはあ、うもう近い近いこっち遠いよな多分なあっ

やってやれよ。ぎ <laughs> こちでしょ。えー、なんか、良くなったな、お前ら関係。やったぜ。高いんちと確認できます。あら、いっぱい、あなんかいっぱいある。つきよう、あーいやー、でもソーセージマン。外れちゃう。すがりたい、ソーセージには。 どれうっうあれ、あっち番見てるな。時間がいい感じなんだよな、ちょっとな。どこ、お母さんお母さんお,おか、お母さんあれだえ、じゃあ一旦切ろうかな。だかセーブされてんでしょ、多分。さすがに宝探し、宝探しあれでもあったもんな。記念品だもんな。 まあでもセーブされてったろう。されてるだろう。されてねえかな。されてないとしては結構だるいけどな。<laughs> お母さんに会うまでやるかな。お母さんに会ったらセーブされそうだもんな、一回な。来たぞ。僕は死にました。す僕は死にました。ねこれ 僕は死にましにしたかったのにスナイにすられちゃった僕は死にましぇん死にたのになんか増えてんな見落とし結構あったわさ <laughs> <laughs> あごめんなさいごめんなさいお母さん呼んでるごめんなさいごめんなさいなんか2人いるじゃん誰その男 お母さん誰その男、あのまで買い出しするのはす <laughs> かれおはよう。<laughs> 誰だいま楽しんできた楽しめるわけねえ。コーキのメテミラルだぞ。そののためのキタゾテナ。<laughs> なげかなシモンシビの恵みとともに戻ったか切っが良かったかもな。 どう導入だけ見ようかまたな導入だけ見ようまた次は一緒に来てよねな <laughs> 考えとくジョアンいいねそうだあなたの分渡さなきゃ何買ってきたの <laughs> ありがとうどこでもお金, <laughs> お金発生してんのお前ら<え>それぞれが出稼ぎしてんのかな お母さんすごかった、すごかったよ。星が綺麗ー静かでさ、ありがとな。あなたなら、にニるとモッタ、ミセラルテオカタ。オカり。あらいいねーどうだそんなことより。いいものってきたぞ何 キャッチボールする開幕それするのいい,でもいいね確実になんかダニエル使い方間違ってない,いんだ普通に、うん、あんなダニエル久しぶりだみんなのおかげだよ

まあ、あどうせ一生なれならいいししし、し諦めたたよよよかか軍にいた俺から見ててもお前はあの子をよく教育してるる感心するよ <laughs> ちょっと顔似てるよな。にいいっててまさかかかお前ライイフ・イズ・ストレートが・じゃなななだろうでも分からない 顔似てんだよなえっこれま本当、えー、だホントにホ本当にあいつかな<何>えマちょっちょっちょつこあいつじゃん <laughs> お前が怪人賞かゆりによって お前かよ、解禁印おい、だがなマックスを入れるよ、解禁印に。お前かよ、結局、うまくいかなかったんだ。へ <laughs> <laughs> 俺たちは水と油だった。そうな、黒い。<laughs> 親が変わるバックス行ったもんな。彼女との接し方が点でわかからなかったた謝りたいよお前、怪奇印象かよ。ういうかえ、お前かよ。名前が出てこねなな。えーっと、誰だっけが喜ぶぞ <laughs> あれしょク黒いと黒いの。 警備員でしょ、警備員。な <laughs> <っ>んだっけ、名前。お<イ> <laughs> 前、解禁書かよ。かったね、渋いとこするね、<laughs> チョイス。え <laughs>、黒い,い,い、えー、クロエそうか、もう黒い、死んだで確定してんだ。ん俺の選択肢的に死んじゃったのかなと思ったけど。ね ジョアンすごいスタンリーすごいいや、キリ悪い頭お<前>いやー、これセーブされてねえだろう。うもう一回、じゃあ、あのエピソードから見るか。<laughs> あのストあの話し合いの話の途中からまたやり始めるわ。い,いや、今回、断るわ。じゃあ、あ、出した。